がね、こっちだから。おお。釣れてる釣れてる釣れてる。これはきついでしょ。釣れましたね。釣れました。餌の方が釣れてるわ。餌でしょ。餌だわ、タカ。タカ。結構でかい。入り食いさ。どうも、めちゃくみです。どうも、めちゃくみ村です。です。お疲れ様です。お疲れ様でした。今日はですね、ポッケをすることができました。あれ椿はあれ、そういえば、あれ椿さん、行ってますね。行ってますか。行ってます。ました。何しても行ってます。ちょっと全然起きないんで、一旦車の中で寝てもらって今、めちゃくみ村ハウス入ってきて今日これから釣ったホッケをさばいて一夜干しとあと噂のシットシートフィッシュランドさんで購入してきまして、これが魚の成分を取る浸透圧シートみたいな、実際の一夜干しとピチッとシート実際どっちがうまいのかみたいなのを検証できればなっていう料理編みたいな感じで、はい、ぜひやりましょう。全然頭が全然前回、釣ったホッケ、こちらを今回一夜干しでさばいていきたいと思います。その下準備をやっていきたいと思います。それではまずぬめりを、魚のね、ぬめりを取っていきたいと思いますので、はい、ちょっとぬめりお願いします。そうね、いいね、いいね、そうだね、はい、いいね、いいね。大丈夫ですか。うまいね。できました。はい、ありがとうございます。そしたらまず無邪気ハウスには包丁がないのでサバイバルナイフを使っていきます。頭の方からやりにくい。わー。一旦中骨開いたところで、ここ頭を、これちょっと硬いんで、ちょっと力入れて。あ、ペタッとする感じ。では内臓ね。2つをピタッとシートです。すごい、これが1枚、すごい、結構で、これを冷蔵庫に大体
15時間から20時間入れます。で残りの方は塩に大体30分ぐらいつけて、キッチンペーパーないんで綺麗なタオルで、よし、これを干します。でかい方が2階に、はい、入れてあげると、はい、これで約1日、はい、丸々置きます、はい、どっちが美味しいか検証したいと思います、はい、はい、ってことで1日置いたホッケがこちらです。こっちが普通の外で干した一夜干しと、はいはい、こちらがピチッとシートで1日寝かしたやつですね。で早速これ一緒に焼いてどっちが美味しいかやっていきましょう。よし、今日はケンちゃん助手付きだけですからね。いやそうなんです、手伝ってもらいましょう。よし、そしてるね。あ、すごいパリパリパリだ、うん、じゃあ焼けるまでお待ちですね。いいね。はい、ってことで一夜干し完成しました。でこちらがまあどれほども一夜干しなんですけど、一つが外で一夜寝かした一夜干しと、もう一つがピタッとシート、ピチッとシート、ピチッとシートで作った一夜干し。でこれ実際に食べてもらってどっちが美味しいかちょっとタカにやってもらいたいと思いますんで、おーどす、じゃあ上手のお願いします。美味しそう、めっちゃ焼けてるよね、焼けてる、あーや、あ焼けてる焼けてる、こう見てもらったら分かるんですけど、なんか輝いてません？輝いてる輝いてるというか、いいですか？いや嬉しい。じゃあいただきます。うん、美味しいです。うん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 、じゃあいただきます。うん、違いは、うん、ある違い、ね、うん、違いはちょっとある、うん、どっちが、あのね、ちょっと味が濃い薄いのちょっとね、あるある、ちょっとある。どっちが濃い、正直こっちの方が濃かった、こっち手前、うん、手前のこっちの方が濃くて、こっちあんまり味しなかったかなあんまり味しなかったよ。これ、え？ビール飲むんですか？あ、クイッと行っちゃう？ あ、あれ？俺、行こう。それがやりたかったね。すいません。すいません。あちで、どうだったの？いやー、でもね、こっちの方が味は濃かったから、どうなんだろう。まあ、自然をやっぱ信じて、やっぱりこっちが外でやったやつで、こっちがピチッとシートでちょっといきたいなと思います。ファイナルアンサー、ファイナルアンタアンタ正解です。どうしよう、あっちゃった、あっちゃったな。椅子が違うでね、ちょっと違うんだよね、やっぱり。どう食べたい？やっぱね、違うんだよ。ちょっとこっちの方がちょっと味が強いから、こっちの方が濃いけど、こっちの方がうまいです。濃い、うん、味は濃い
こっちの方がうまくねしてなんだよなマジで、うん、こっちの方がうまい、うまいんだ、うん、そうっすね、そうよくわかんないな、でも当てるためのはい、ってことでね、実際味のところはピチッとシートもしっかりうまいということで、俺はピチッとのが好き、俺もピチッとの方が好き、俺もピチッとの方が好き、それは外でやっぱりそれはやっぱり、ね、私のピチッとは大好きです、ありがとうございま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 した。おしまい。